メジャーリーグに渡り、今では世界で最も人気の野球選手になった大谷翔平選手。2021年は MVP にも輝くなど実績はもちろんですが、大谷の大物っぷりはその性格や振る舞いにもたくさん現れています。今回は大谷が残してきた伝説の数々を紹介していきましょう。暗黙のルールをガン無視。メジャーリーグには暗黙のルールがあります。例えば大差がついた試合では盗塁をしてはいけない、過度なガッツポーズは控えろなど、長い歴史の中で根付いてきた伝統があるのです。そんな暗黙のルールの一つに、デッドボールを当てても謝ってはいけないとするものもあります。日本であれば謝罪の意味を込めて帽子を取ることが普通ですが、メジャーリーグではご法度、わざと当てたわけでもないのだから謝るなとされており、このルールを破ると因縁や報復のきっかけにもなってしまいます。そんな中、大谷の行動に注目が集まったのは2021年7月26日のことでした。大谷はロッキーズ戦に2番ピッチャーで先発、7回5安打1失点の好投を見せてシーズン5勝目をマークしましたが、4回に相手バッターのトレーバー・ストーリー選手にデッドボールを与えてしまいます。デッドボールとなったのは156キロの剛速球。今やメジャーの顔となった大谷とは言っても、この迫力満点のデッドボールによって球場には不穏な空気が流れました。デッドボールを当てた大谷はメジャー流の振る舞いをして何事もなかったかのようにプレーを続行。ところがイニングが終わってベンチに下がるとき、驚きの行動を見せました。なんとすれ違ったストーリーに対して帽子を取りながら「Sorry」と声をかけて謝ったのです。現地の記者はメジャーではかなり珍しいこの行動に驚きを隠せず、その映像をツイッターで公開。デッドボールを当ててしまった大谷翔平が謝罪したと取り上げました。となると心配になるのは大谷に対する因縁や報復です。わざと当てたとも捉えられるため、ストーリーの言動には注目が集まりました。そんな中、取材を受けたストーリーは意外な反応を見せます。相手がこっちに気遣ってくれるのはクールなことだ。絶対に必要だとは言わないけど、嫌な気にはならないね。と発言。因縁や報復につながるどころか、大谷の対応を喜ぶような反応を見せたのです。海を渡った日本人たちはたくさんいますが、暗黙のルールを知らずに報復を受けたこともありました。そんな過去がある中で大谷のこの行動。大谷は暗黙のルールさえ変えてしまう伝説的な選手になるかもしれませんね。野球界の常識を全否定。先発とか暇すぎ。大谷の大物っぷりはプロ入り直後から発揮されていました。2016年、日本ハムが4年ぶり7度目のリーグ優勝を決めたシーズンのこと。当時のチームを支えた有原航平投手、鍵谷陽平投手と大谷の対談から、野球界の常識を全否定するかのような発言が飛び出しています。対談の中で鍵谷は、大谷は試合に出てないと不機嫌になりつまんないと発言することもあったと証言。そして先発だと試合に出るのは1週間に1回しかないため、大谷から、それで楽しいですか、暇でしょ、帰って飯食って寝るだけでしょ、といった感じに捉えられると皮肉を漏らします。立場上鍵谷の後輩となる大谷、さすがに否定するかと思われたものの、ここで大谷の大物っぷりが発揮。はい、そう思いますと答え、野球界の常識をぶち壊すかのような発言をしたのです。もちろん怪我をしないために休みが必要なことは知っているはず。それでもなお1週間に1回だと物足りないと話したのは、人一倍野球に対する情熱があるからこそと言えるでしょう。この対談は終始ニコニコ穏やかで楽しそうな雰囲気で行われましたが、二刀流の原点が垣間見えた瞬間でもありました。大騒動寸前でも笑顔。どんなに素晴らしい選手でもトラブルに直面すると平常心を保てなくなることもあるでしょう。でも大谷は自分の身に危険が及びそうになったにもかかわらず、普通だとありえない態度を示していたことがありました。2021年5月29日、アスレチックス戦にピッチャーとして先発した大谷。この試合の3回裏、ピッチャー大谷に危機が訪れます。場面は打席にマークカナ選手を迎えた時のことでした。渾身のストレートがすっぽ抜けてしまい、マークの顔近くを通過。マークはのけぞるようにして避けると、その後大谷選手を睨みつけながら文句を言って怒りをあらわにします。カナは慌てて止めに入ったキャッチャーのカート鈴木と激しく言い合うと、両チームのベンチから選手が飛び出し、一触即発の事態となりました。好青年で優しい大谷のことですから、血気盛んなメジャーリーガーのブチギレに萎縮してしまってもおかしくありません。ところが大谷はなんとこんな状況でも笑顔を浮かべて笑っていたのです。両軍が入り乱れる事態にもなりかねない中のこの表情、外国人相手にビビってしまうどころか楽しんでいるのは大物っぷりを思わせる態度でした。その後事態は収束し、プレーが再開。大谷は表情の通り全く動じることがなく、次のバッターに対してもストレート勝負を繰り広げ三振に。この投球にはファンたちも、あの場面の後に強気で投げられる度胸がすごい、球場の空気を支配する大谷と圧倒されました。しかし話はここで終わりません。6回に再びカナと対戦した際に再度デッドボールを当ててしまうのです。客席からは激しいブーイングが沸き起こり、今度こそは大騒動に発展することも十分考えられました。でも大谷はすぐ謝る仕草を見せて相手を気遣うと、対するカナも笑顔を浮かべそのまま一塁に。怒りの矛先を向けられても笑顔を浮かべていたこのシーンは、大物っぷりをさらに印象づけることとなりました。野球以外興味なし、1ヶ月1万円生活。今や世界一の野球選手となり、史上最高額の大型契約も噂されている大谷。現在の年俸は6億3000万円ほどと言われています。メジャーリーガーの中ではまだまだ伸びしろのある金額ではありますが、一般人からすると桁外れの金額であることは間違いないでしょう。日本時代からも年俸は1億円以上を稼いでおり、夢のような大金を手にしています。普通の人ならブランド物を買い漁り、豪華なディナーを堪能したりなど、贅沢の限りを尽くしてもおかしくないほどの収入がありますが、大谷の生活は驚くほど質素なものでした。日本ハムに入団した当初は球団の寮で生活、門限などのルールはあるものの、すでに数千万円以上の年俸があり、買い物や食事は好きにできる環境でした。しかし大谷は野球以外には全く興味を示さず、物欲は皆無。そもそも給料は親の口座で管理されていて、1ヶ月に10万円のお小遣いをもらう生活だったのです。1ヶ月で10万円なんて学生のバイトと変わらないくらいの金額、その10倍、いや何百倍も稼いでるのですから、もっと金をよこせと親に当たってもおかしくありません。ところが大谷は私たちの予想をはるかに超える生活をしていました。毎月10万円のお小遣いすら使い切ることがなく、お金は貯まる一方、そしてなんと2年間で200万円もの貯金になったというのです。1月10万円の仕送りで2年間で200万円の貯金ということは、1ヶ月に使ったお金は1万円前後という計算に。球界の大スターとは思えない私生活でした。アメリカに渡って少しは金遣いが荒くなるかとも思われましたが、メジャー移籍してしばらくはレンタカーで移動するなど質素な生活。またレンタルする車もごく一般的な車種に乗っていたことが明らかになっています。また物欲がないだけでなく、私生活もめちゃくちゃ質素でした。ある時アメリカのゴシップ誌が大谷のスクープ写真に大金を出すと発表。パパラッチたちはなんとかスクープを撮ろうと昼夜を問わず追いかけ回し、豪遊する姿や美女に囲まれた姿を狙いました。でもいくら大谷を追いかけても自宅と球場の行き来ばかり。誕生日ですら自宅に直帰するほどで、パパラッチもお手上げになったと言われています。自他ともに野球にしか興味がないと認める大谷の私生活、常人では考えられない価値観があるからこそ、二刀流という伝説的な活躍をやり遂げることができていると言えるでしょう。今回は大谷の大物すぎるエピソードを紹介してきました。二刀流で歴史を塗り替え続けている大谷翔平、暗黙のルールすらぶち破るその存在は、成績や人気の高さだけでは測ることができない生ける伝説だと言えそうです。他にも大谷の大物っぷりを思わせるエピソードを知っていたら、ぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。